はいどうもキリハです。今回は第2回ブルアカキャラクター人気投票ということでやっていきます。6月19日の土曜日まで行っていましたこちらの人気投票で集まった票数はなんと312票となります。皆さんご協力本当にありがとうございます。前回にもやっていた人気投票に関しましてはこちらの動画でやってますので、よかったらこちらの方も見ていただくと、ああこのキャラクターの人気こういう風に変わってるんだなというのもわかりますので、よかったら見てみてください。今回の動画の流れに関しましては、まずトップ10のキャラクターを紹介していきます。10位から順番に紹介していく感じですね。そして同じ票数に関しては同じ順位として考えます。そして5位以上の発表に関しましては、いただいたコメントなんかもある程度紹介していけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。さあそれではいきなりちょっとカオスな感じなんですけれども、10位から発表していこうと思います。10位の生徒は、こちらの皆さんに決定しました。おめでとうございます。なんとですね、312票中7票ということで、まあ、めちゃくちゃかぶってました。ネル、チセ、フーカ、ムツキ、イオリ、シロコということで、この6名が第10位となります。おめでとうございます。前回上位に食い込んでいたイオリやシロコが10位というのがかなり意外ですよね。あれから追加されたキャラクターも多いので、かなり変動があったような感じになります。さあそれでは続いていきましょう。第9位は、カリン、ハレ、コハルに決定しました。おめでとうございます。票数は312票中9票ということで、10票近く集めた子たちですね。コハルは最近追加されたばかりのキャラクターなんですけれども、かなり人気があるキャラクターなので、もうちょっと上に行くかなと思っていました。ですが今回は9票で9位ということで、ちょっと私の中では意外だったかもしれません。なんならトップ5に入る実力があるんじゃないかと思っていたので、それでもトップ10に入る人気キャラクターというところですね。カリンやハレも相変わらずの人気となっております。ということで9位はこの3名でした。おめでとうございます。それではどんどん行きたいと思います。第8位は、アルとユーカに決定しました。おめでとうございます。アルとユーカに関しては相変わらずの人気という感じですよね。どちらの生徒も、もう好きな先生は本当に愛が深いイメージになります。特にユーカはね、前回もランクインしてましたので、非常にね人気の高いキャラクターだなって思います。ベンリア68がメインのストーリーなんかが出てきたら、アルの評価はもっと上がるかもしれませんね。ということで第8位はアルとユーカ、312票中10票でした。おめでとうございます。はい、それではここから7位の発表なんですけれども、これ以降同率票はありませんでしたので、キャラクター単体となります。どんなキャラクターがランクインしているのか、すごくワクワクしますね。それでは第7位は、第7位はカヨコに決定しました。おめでとうございます。いやカヨコ人気ありますね。312票中11票ということで7位に輝きました。おめでとうございます。本当にカヨコの推しているコメントに関しては、やはりあのメモリアルロビーが尊いという内容が非常に多かったですね。私もあのメモリアルロビーはカヨコの知らない一面を見れてドキッとしました。本当に可愛いですし、優しい子なんだなーって思いましたよね。あそこで打ち抜かれた先生も多いんじゃないでしょうか。あんなの見せられたらスキルを食らっても恐怖状態にならなそうですよね。ということで第7位はカヨコに決定しました。おめでとうございます。それでは第6位の発表に行きたいと思います。第6位は、
ひふみがランクインしました。おめでとうございます。312票中16票ということで、前回もねランキングに載っていたひふみなんですけれども、今回もランクインしております。相変わらずの人気ですね。まあ、投票コメントなんかをねこう見ていると、もう大体皆さんペロペロしてましたね。はい、自分をペロロ様だと勘違いしている一般男性になってました。今回補習授業部のメインストーリーでも登場して、さらに人気が上がったのかもしれませんね。これからの展開でまだまだ伸びしろのあるキャラクターだと思います。ということで第6位はひふみとなりました。おめでとうございます。はい、それではここからはトップ5の発表となります。5位からだんだんと発表をしていくんですけれども、そのキャラクターの投票コメントなんかをある程度紹介していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。栄光の第5位は、星野がランクインしました。おめでとうございます。312票中18票ということで、相変わらずの人気ですね。やはりアビドス編ではもう本当にいい話でしたし、思い入れがある先生も多いんじゃないでしょうか。ということで、いただいたコメントを読んでいこうと思います。高梨星野、守りたいこの笑顔ということで、これメインストーリーのね一枚絵ですね。もう本当に最高でしたね。もう正直ここで泣いてしまった先生も多いんじゃないでしょうか。私もそうなんですけどね。本当にこの話があって星野を大好きになったと言っても過言ではありません。うへー、みんな可愛すぎて悩んじゃうな、星野に1票ということで、全く一辺の迷いもないですね。もう完全に星野推しです。うへー、迷っちゃうけど星野おじさん迷ってない。投票ありがとうございます。前回とは違う、俺のそばには彼女がいる、これからもずっと、星野先輩に清き一票ということで、非常に愛が溢れてますね。星野はそばで支えてあげたくなるようなキャラクターだと思います。やはりメインストーリーが良かったのでということで、やっぱりメインストーリーで好きになった方がね非常に多そうですね。ありがとうございます。そしてですね、最後のコメントなんですけども、ちょっとね悩んだんですよね。ちょっとあまりにも文章が気持ち悪すぎて紹介するかすっごく悩んだんですけど、一応紹介しておきますね。星野タンかわいい、幼児体型最高、水族館ではしゃぐ星野タンは規模とスイッチの神秘だおということで、もうあまりにも気持ち悪いですよね。もう本当に生理的に受け付けないレベルだと思います。ちょっとねもう本当に気持ち悪いんでブロックしようと思います。この人は、あれ、ブロックできないな、なんかブロックできないんですけど、皆さん原因わかります？なんかキリハって人なんですけど。それでは続きまして第4位の発表です。第4位は、ひなに決定しました。おめでとうございます。星野が18票に対して4位のひなは20票ということで、312票中20票を集めました。もう本当に人気が衰えないキャラクターですよね。エデン条約編が始まったらもっともっと人気が出てしまうんじゃないでしょうか。それではひなが好きなロリコン紳士的な先生たちのコメントを読んでいこうと思います。もちろんひなです。強くて仕事ができてしっかり者な、みんなに頼られる表の姿に対して、怠けたくて愚痴りたくて甘えたいギャップを隠し持っているところ本当に最高です。膝の間に座ってもらってなでなでしたいし、お日様の香りがする髪スンスンしたいし、足だろうとなんだろうと全身舐め回したいということで、はい、通報させていただきました。投票ありがとうございます。この人気投票の結果に関しましては豚箱の中でご覧ください。ひなですね、持ってないんですけど、うん、辛いですね。出るまで引きましょう。はい、次に行きましょう。ひなちゃん、とにかくひなちゃん、頭をこれでもかというぐらいに撫でて、ふわふわしてそうな髪をくしゃくしゃにして困惑しているところを全力でめでたいということでね、まあ、ひなのね先生に対してはそういうの嫌がらなそうなところもやっぱり魅力だと思います。やっぱりひなですね。
ゲヘナ風紀委員という一大組織のトップなのに、ちっちゃくて、でもヘイローは生徒一大きくて、性能面でも優秀で、ヒナがいなければヒエロニムスのプラチナラインには届かなかったです。毎日3回は膝に乗せて頭の匂いを嗅がせてもらってます。はい、通報しました。前回のヒエロニムス戦では非常に役に立ってましたよね。使ってた先生も多いんじゃないでしょうか。ヒナの足のために iPad を買ったということで、もう愛も金額もえげつないですね。 iPad の縦横対比だとメモリアルロビーがかなり下の方まで実は見えるんですよ。もうそのために iPad を買ったということでね、非常に愛が深い方でした。ヒナ好きやばい人多いな。さあ、それではトップ3の発表になります。皆さん覚悟はできてますか？俺はできてる。それでは第3位は、イズナに決定しました。おめでとうございます。前回もランクインしてたイズナタンが今回も3位となっております。312票中21票ということで、非常に高い順位ですね。イズナに関しましてはもう本当に好きな人が多くてですね、特にあの尻尾の魔力にやられた先生は多いんじゃないでしょうか。それではそんなイズナのコメントを読んでいきましょう。イズナちゃんのモフモフはやはりモフモフには抗えないモフモフ。何言っていくかちょっと分かんないですね。あの尻尾は人を狂わせるんでしょうか。主殿、主殿と人懐っこい犬みたいな、長いな。よければ一時停止してご覧ください。爆死しながらも迎えた推し、ポンコツ可愛い。耐久は低めだけど、ノーマルスキルがクリった場合と EX 回して攻撃速度上昇の火力がすごい。総力戦白黒無双、うちの神秘部隊エースということで、まあ、本当に性能面でも白黒で大活躍ですし、非常に可愛いので、やっぱりいろんな面で人気があるっていう感じですかね。イズナでお願いします。服の装飾などの見た目や声も可愛いことながら、表情の豊かさ、編成でつまんだ時の動きも可愛い。あと尻尾のモフモフもグッドです。ということで、尻尾モフモフ卿の一人でしたね。本当にあの尻尾はやばいですよね。触ってみたいです。何度も言ってますけど、イズナの尻尾抱き枕が出たら多分みんな買うと思いますので、ヨースターさんよろしくお願いします。イズナ茶コンポツ可愛いです。ということで、これポンコツをあえてこうキツネ風にコンを最初に持ってきたんですかね。いや、考えすぎかな。何にせよポンコツで可愛いということですね。ということで第3位はイズナとなりました。おめでとうございます。それではトップ2の発表になります。それでは早速いきましょう。栄光の第2位は、パンパカパーン、アリスに決定しました。おめでとうございます。312票中24票ということで、かなり大きな票を獲得してます。おめでとうございます。本当に人気衰えないキャラクターですよね。それではそんなアリスに投票した先生方のコメントを読んでいきましょう。パンパカパーン、アリスの得票数が1上がった。あのパンパカパーン本当に可愛いですよね。音声ありで聞きたいです。アリスでお願いします。黒髪ロングで天然気味、最高ですよね。ということで、世間知らずな感じの喋り方だったり会話の内容も本当にいいですよね。あとはアンドロイド特有なのか、ちょっと恥ずかしいようなセリフでも平気で言ってしまうあたりが、なんかちょっとドキッとしますよね。ブルアカをやっていて一番最初に惹かれた子、レールガン初登場というロマンなキャラも好き。ちっちゃい女の子がでっかい武器を持っている、もうそこにはロマンしかありませんよね。存在自体が謎で考察がはかどります。果たして彼女は人なのかロボなのか。開発部編最後、私の大事な…点々点とは何だったのか。妄想が膨らむ男のロマンの形のような女ですよ彼女は。ということで、確かにもう内容も気になりすぎてやばいですよね。アリスの過去どんなことがあったのか非常に楽しみです。アリスちゃんがいいです。可愛いし黒髪ロングだし、強いし目の色が綺麗だし、というか小さい子に大きな武器を持たせてるんですよ。これは勝ち確定ですよ。ギャップ萌えですよ。ということで、やっぱりまあ大きい武器を持っているギャップが可愛いって考えてる人多そうですね。
自分の身長を超えるような武器を持っている子は本当にギャップで可愛いと私も思います。ということで第2位はアリスに決定しました。おめでとうございます。さあ皆さん、ついに1位の発表となります。準備はよろしいですか？それではブルアカ人気投票第2回、1位を勝ち取ったのはこの生徒。1位はあずさに決定しました。おめでとうございます。つい最近追加されたばかりなのにすごい人気ですよね。実際ツイッターなんかを見ていると、もうあずさのアイコンにしてる方もすごく多いですし、実際メモリアルロビーめちゃくちゃ可愛かったですからね。それではあずさに投票した方のコメントも見てみましょう。やはりあずさしか勝たん。顔よし、声よし、マスクよし、ややポンコツ臭がするところもたまらん、ということで結構ずれてるんですよね、キャラクターが。ただあのずれた感じもまた可愛いですし、メモリアルロビーとのギャップも非常に良きだと思います。あとあのマスクしてる差分もなかなか面白いですよね。はい、あずさということで、圧が強い。あずさに一票です。イラスト的にも可愛く、内面可愛いもの好きで寂しがり屋で、 CM の先生一人にしないでのところで陥落ということで、まああのセリフでね、打ち落とされた先生めちゃくちゃ多いでしょうね。初めて約3ヶ月、初めてこの子は絶対に手に入れないとと思わされた。ストーリーの最新話には追いついていないけど、フィーリングで絶対お気に入りになる確信があった。花の散りばめられた羽は特に好きですね。メモロビで視線誘導して上目遣いはマジで死ねますね。これなかなか上級者テクニックですね。課金はしたが俺は間違えてなどいなかった、ということで、推しを引くための課金はまあ無課金とね、まあ100年前から言われておりますから、まあ、当然の内容だと思います。手に入ってよかったですね。あずさですね、あと1万円で天井ってところまで行って、初めての課金を決意したけど、生年月日2020年生まれにしてて、結局1万課金できなくピックアップ終わったのは一生の思い出です、ということで、実際これ引けて天井に行けなかったっていうことなんですかね、それとも引けなかったんですかね。どちらにしろいざという時に課金できないっていうのはちょっと厳しいですね。皆さんも気をつけましょう。ということで第2回ブルアカ人気投票第1位はあずさに決定しました。おめでとうございます。312票中27票とほぼ1割近くの票を持っていきましたね。ただ私はこのあずさが1位というのはもう非常に納得のいく内容になります。もうそれぐらい可愛いと私も思ってます。まだ持っていない方はすり抜けで出ることを祈って、ぜひぜひガチャを回してみてください。はい、トップ10の発表でした。そして惜しくもトップ10に入れなかった生徒たちの獲得票数などはこちらになります。はい、こちらが実際の順位の表ですね。同じ票数は同じ順位にしてあります。野々宮、剣、春菜、遥のあたりもかなり接戦でしたね。もう一歩で10位以内に入れるような実力を持ってました。次回のランキングはどうなるのか非常に楽しみですね。ということで第2回ブルアカキャラクター人気投票でした。皆様投票本当にたくさんありがとうございます。追加されるキャラクターや今後展開されるストーリーなんかでもやっぱり人気って分かれてくると思いますので、次が楽しみですね。今後こういった何かの人気投票という内容は続けていこうと思いますので、その際はぜひ投票してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。